大三道下鶴間宿目黒川から下鶴間、ふるさと館周辺を望む下鶴間宿下鶴間宿の一大山道。下鶴間宿はかつて相模国高座郡下鶴間村にあった大山道の宿場。八王子道と交差する場所に位置し、八王子道の次立も行っていたことから交通の要所として栄えた。中世における鶴間号は 相模国高座軍の下鶴間村と上鶴間村及び武蔵国多摩軍の鶴間村を含んでいた。1331年から1335年の成立と考えられている足利高氏、忠義の所領目録には玄関里とある。1591年の茨城金秋への地行宛外会場では東軍下鶴間号が見られる。下鶴間村は東西に ヤグラザ王冠が南北に八王子道が通り、1669年に次立村に指定され、名主が問屋場代を務めた。ヤグラザ王冠では東へは、馬は鈴木郡長津田村まで、人足は鶴間村まで継ぎ立て、西は陣馬共に国部村まで継ぎ立てた。八王子道では、北は武蔵国玉郡の原町田村。 南は、都筑郡長後村まで継ぎ立てた。ヤグラザ王冠の継ぎ立てにおいて人族は、鶴間村までであるのに対し馬は、長津田村までであることを不服とし、1729年に、下鶴間村から奉行所に、訴えが出された。これに対して、鶴間村は、玉郡基礎村の定助号となっていることを理由に、申し立てを行い、鶴間村の主張が認められた。 東海道戸塚塾と藤沢塾のスケ号に関して1836年と1853年に論書地改め役に提出した文書では、矢倉沢王冠と八王子堂の人罰義律のほかに、お高御用、即会場としての務めや鎌倉郡品野村の東海道の掃除役等を挙げて、休場を訴えている。1831年に下鶴馬塾を訪れた渡辺山は、 宿はわずか20軒足らずであったと記している。山本や、松屋、水戸屋、松葉屋、墨屋、千歳屋などの旗子があったが、昭和の初期まで残っていた松屋を最後に、現在は一軒も残っていない。下鶴間宿があった地に、以下の名所、旧跡が残っている。下鶴間宿長津田宿、下鶴間宿マイナス国分宿。ありがとうございます。